これはわしも好きな話。天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出して番をさせた。クロードは己の力量を試す。相手の陣に怨霊を解き放った。私は百発百中さ。クロードはその身に恐るべき呪いを受けた。ここに落ちろ。死んでもらうぞ。驚いただろう。火の少量がクロードの狙いを定めた。どこからともなく恐怖の化身が姿を現す。クロードは相手の陣に天から高笑いが響く中、
クロードは相手に呪いをかけた。クロードの眼はぼやけ始めている。怨霊が戦場の英雄に襲いかかる。火の少量がクロードの頼みを聞き入れ、相手の陣に襲いかかる。私は百発百中さ。相手に大きな痛手を負わせた。クロードは臆することなく再び立ち上がり、押し寄せる敵勢に刃。クロードは呪いに縛られ歩みが遅れる。この敵の群れに果てはないのかと疑いを一歩どなくして、もう一組と鬼の勢の最後の戦いが始まる。御霊守が勾玉の奉納を妨げる。私は百発百中さ。御霊守の妨げを受けているとクロードは気づく。もう一組が呪いの前に散った。鬼はクロードに斬られ倒れた。鎌の前の稲のごとく光すら届かぬ闇の内から悪鬼の勢が静かに忍び寄る。振り落ちろ。もう一組は手強い鬼との戦いで危なげなく功を収めた。驚いただろう。クロードは群れをなで斬りにした。しかし次の群れが迫りつつある。おびただしい数の影が迫り来る。一組が火の少量を目覚めさせた。ついに最後の敵の一匹が倒れ伏した。もう一組は敗れ、クロードは勝利の喜びをかみしめる。あんたいい仲間だ。